皆さん、こんにちは。今回はクラウンの限界突破についてのお話。以前のクラウン紹介動画で長野バグによりクラウンは突をすると、最大 HP が高くなってしまい、長野回復対象に含まれにくくなる。ということを話しましたが、本日のアップデートにより長野スキルの仕様が修正され、今まで HP の実数値を見ていたため、最大 HP を高くしてしまうと、HP の割合が減っていても回復を受けられなかったですが、今回のアップデートにより HP の割合が低いキャラを回復するようになったので、全員の HP が 100% の場合、左から順に回復してくれるようになりました。なのでクラウンのオバロ突を気にする必要がなくなりました。とはいえクラウンは防御型、いくら発動者基準のバフがあるとはいえ、正直突の恩恵がわかりにくいキャラでもあります。ということで今回はそんなクラウンの突についての動画、ニケにおける限界突破のメリットから進行度における突の重要性、あとは実際の編成において限界突破はどの程度のダメージ差になるのか、そこら辺を紹介していきます。まず限界突破の恩恵について、ニケの限界突破の恩恵はこのようになっています。限界突破3回までは限界突破、4回から10回目まではコア強化と名称が違い、3突までと4突以降ではステータスの伸び方が若干変わってきます。とはいえ基本的には限界突破1回で基礎ステータスの 2% 上がると考えれば OK。そこから2突、ピルグリムなら3突までは好感度によるステータスボーナスがつきます。そのため一般企業のキャラは2突、ピルグリムのキャラは3突が1つの目安になってきます。この好感度ボーナスはレベルに関係ない固定値の上昇なので、レベルが低い時は特にこの好感度ボーナスの恩恵が大きく出てきます。ただ高レベルの突の恩恵が少ないか、と言われるとそうでもありません。低レベルのうちは突によるステータスの上昇より、装備によるステータスの上昇の方が影響が大きく、装備をフルオバロした状態でのルブ200と400のステータスを比較すると、ルブ200と400のステータスの伸び率は大差ないことがわかります。レベルが低いうちは装備強化で伸びしろがあることや、レベルが上がっていくにつれて必要な素材が多くなっていくことを考えると、むしろ突は高レベルほど恩恵が大きくなる要素と言えるかもしれません。とはいえマルパーと言われても直感的ではないと思うので、レベルに換算すると何レベル分かで考えてみます。ルブ401の1突10突までのステータスが、無突の何レベルに匹敵するのかを比較していきます。ちなみになぜルブ401かというと、このゲームはルブ20プラス1でステータスが総ステータスの 5% 伸びるので、突の恩恵がわかりにくくなるためです。要するに見栄えですね。ということで結果がこちら。結果としては4突でおよそルブ20分ステータス爆伸び1回分の差、10突でおよそルブ40爆伸び2回分の差となりました。思ってた倍くらいステータス伸びてますね。ちなみにこのステータスの算出は個人的に作った計算機で行っています。今までも結構使っているのでおそらく大きな計算ミスはないはず。ちなみにルブ201の場合はこのようになります。ルブ401と比べて少し突の恩恵は薄くなっていますね。3突までの伸びはルブ401と遜色ないですが4突からは伸びが悪くなっている印象。こんな感じですね。この結果からコア課金と限界突破のどちらが得かということは言えませんが、限界突破によるステータスの伸びのイメージが少しでもはっきりすればいいなと。ステータスの伸びについてはこんな感じ。では次はもう一つの恩恵、レベル上限の上昇について。ニケは3突するとレベル上限が200まで上がり、5人3突するとシンクロデバイスにより無突のキャラをルブ161以上に上げられたり、シンクロデバイス増幅によりキャラクターのレベルを201以上に上げられるようになります。3突のキャラがすでに5人いる場合はこれはあまり関係ないですが、まだ3突が5人いない場合はこのレベル上限目当てに突を進める価値も出てきます。ではこの160の壁突破のためにクラウンを突する価値はあるか、いろいろとケースにもよるところが多いですが、3突5人を揃えるという目的だけで見ると、このクラウンはあまり適していないキャラクターです。というのも単純に PU 率が 1% なので3突が難しいからですね。3突4人手に入れるためにはおよそ300連で3人確保、1人交換する必要がありますが、事前に貯蓄をしていない限りこの回数を回すのは結構な課金が必要になります。また特殊募集ガチャのすり抜けで突を進めるのは非現実的なので、その分を一般募集に回したり、もしくは同じ特殊募集でも7、8月に来る、水着限定キャラの PU 2% を狙った方が3突の難易度としてはかなり低いです。なので3突できないようであれば、クラウンは素体確保だけに留めておいて、次の機会を待った方が賢いですが、あくまでこれはクラウンの3突は難しいというだけの話。3突ができる見込みがあればかなり突がおすすめのキャラになっています。というのもクラウンはストーリーでほぼ確実に使うキャラだからです。詳しい解説は前回の動画で行いましたが、
このクラウンは現在の2家の中で最強と言ってもいいバースト2になっています。単体で運用でき、ほぼ全てのキャラと相性がいいので合わない編成がなく、臨時合流機能で借りられる2家と相性がいいのもいいですね。臨時合流機能の2家3人に加え、クラウンとアタッカーを1人加えるだけで、かなり実用的な編成になってきます。そんな時にクラウンが3突であれば、クラウンだけレベルを200まで上げることができるので、160の壁が突破できなくとも、ストーリーをかなり先に進められることでしょう。なのでここまでの話をまとめると、3突は難しいので無理して追うのは危険だが、3突できた時のリターンはかなり大きいので、狙えるようであれば狙っていきたいとなります。ちなみに3突が狙えない場合でも、そこそこの課金ができるのであれば、マンスリーなどの一般募集チケットを買っていれば160の壁で苦戦することはそうないので、3突ができそうにない場合も突のためにガチャを回していいんじゃないかなと。こんなところですね。では最後、クラウンの突は実際の戦闘でどれくらい貢献するのかについて、突により上がったステータスは、どのような形でどれくらい戦闘に反映されるのか。2家のステータスの向上は大まかに耐久力、火力、戦闘力の3つの恩恵があります。それをクラウンに当てはめてみます。まずは耐久力、クラウンの耐久系スキルで突の恩恵がある要素は次の3つ。味方への防御力アップバフ、バリア、そしてクラウン自身の HP 回復です。ただこれらはどれも大した効果はないので、耐久面では基礎 HP 防御力が上がるのが一番の恩恵になります。ただ2家の耐久力はどちらかというと回復が間に合うかという意味合いが強く、クラウンの突による耐久力への影響はなかなか小さくなってきそうです。では次の火力への恩恵を見ていきます。火力的な面でのクラウンの突の恩恵は大きく3つ。1つ目が発動者基準のバフの強化。もう一つがクラウン自身のダメージのアップ、この3つです。ということでレイドなどのコンテンツでクラウンの突がどう影響するか見ていきましょう。比較対象にするのがこの編成。この編成のバースト2周分30秒間のダメージを計算し、そこから各キャラの突数を変えて変化を見ていきます。条件はこんな感じでなるべく射撃場のボスに合わせます。ではまず私の育成状況での攻撃力を使って計算してみます。計算結果がこんな感じ。このように現在の2家ではアタッカー2人のダメージが突出して伸びることが多いです。2家の火力は基本的に攻撃力をベースとして計算され、攻撃力が 1.2 倍になればダメージもだいたい 1.2 倍になります。なので編成の中でダメージが高いキャラを優先して突することで、編成全体のダメージを効率よく上げることができるというわけです。と、条件に合わせた射撃場のスコアがこのようになります。誤差はあるものの大まかなダメージは合っていますね。ではここから各キャラのステータスをルブ400フルオバロのものにし、突数を変えていくことでどのキャラの突が、どの程度ダメージに貢献するのかを見ていきます。まずは全員が無突の状態と、そこから各キャラを3突、10突にした時の比較。結果がこのようになりました。影響が大きいのはやはりダメージが大きいクログレンの突ですね。その次に影響が大きいのはやはりサブアタッカーのアリスですが、クラウンの突はそのアリスとほぼ同等の上昇量になっています。これはアタッカー2人の火力を上げていることも大きいですが、それと同じくらいクラウン自身の火力の上昇もダメージを上げている要因です。クラウンは防御型とはいえ、常時 60% のバフでリロードがほぼないマシンガンなので、火力は下手な火力型のマシンガンより出ます。なので突の恩恵はサブアタッカーより若干少ない程度にはあるということですね。ただしアタッカーが火力を出せる状況になるとこの恩恵は受けにくくなっていきます。例えばアリスとクログレンに攻撃力 OP がついている時ですね。アリスクログレンに攻撃力 OP が 30% ついている時の比較がこちら。アタッカーの攻撃力が高くなるとクラウンの発動者基準攻撃バフの効果が薄くなり、クラウンの火力自身も全体の火力で見ると低くなってしまうため、相対的にクラウンの突の価値は落ちてしまいます。ただそれでも純アタッカー程度には突の恩恵があります。他にもクログレンやアリスの攻撃が複数ヒットした場合、あとこちらは意外に減少量は少ないですが、コアヒットが狙えない場合も突の恩恵は減ります。こんな感じですね。レイドコンテンツで見るとメインアタッカーには劣るが、優先して突を狙いたいキャラという感じですね。で、最後が戦闘力的な利点。先ほど言ったように1突で全てのステータスが約 2% 変わるので、戦闘力も同様に1突で 2% ほど変わります。キャンペーンでは戦闘力が基準以下の場合、全てのステータスにデバフがかかるので、なるべく戦闘力は高くしておきたいところ。突で上がる戦闘力自体は他キャラと変わりませんが、ステージや有利コードによって変えたりすることもあるアタッカーと比べると、ほぼ固定で編成することになるクラウンは戦闘力目当ての突がかなり有効なキャラです。そんなわけでクラウンの突で、キャンペーンでのダメージがどの程度変わるか、について見ていきます。
今回調べる条件は私の今使っている編成と挑戦中のステージ。ここからクラウンの凸を変えていく想定で、アタッカーのバースト火力がどのように変わってくるかを見ていきます。条件はこんな感じ。フルオバロスキル ALL10 のクラウンの無凸から10凸の戦闘力攻撃力の変動はこちらに従います。この条件ではクラウンの1凸は大体戦闘力デバフ 0.2% 分の差ですね。少なく聞こえるかもしれませんがこれは結構でかいので、そこら辺についても見ていきましょう。ということでこれを元にアタッカーのダメージの計算を行った結果がこちら。攻撃バフが多くなりがちなクログレンはダメージの上昇幅も少ないですが、攻撃バフが少なめなモダニアの火力はかなり伸びていますね。比較対象としてクラウンを3凸、モダニアを無凸10凸にした時のダメージがこちら。やはりアタッカー自身の凸を進めた方がそのアタッカーの火力は大きいです。リターや攻撃力 OP などのバフがあるとさらにアタッカーの凸の恩恵は大きくなる。こう見るとクラウンの凸を進めるメリットは少ないように感じられるかもしれませんが、実際のところボス戦や有利コードで変えられることもあるアタッカーに比べ、どんな編成でも入れられるクラウンの凸でここまで火力が伸びるのは、コスパがかなりいいと言えるのではないでしょうか。ちなみにおまけですが、クラウン×長編成での回復の有無は、大体クラウン自身の約5、6凸に匹敵します。本当に修正されてよかったです。ということでここまでのまとめです。確かにアタッカーと比べて凸の恩恵は小さいですが、レイド系のコンテンツではクラウン自身の火力もそこそこ見込めるので、純アタッカーかそれに準ずるくらいには凸の恩恵はあるキャラです。キャンペーンも似たような感じですが、戦闘力の恩恵がある以上、使い回しのできるサポートの運用を、考慮すると凸を進めるメリットは大きいのかなと。ガチャ計画的な点で見ると次の限定ガチャは、7月、8月の水着限定キャラですね。去年は4キャラ実装され、その中でも特に水着アニスが現状すべてのコンテンツで、かなり優秀なキャラクターになっています。あとは去年はハーフアニバ終了直後に初のコンビバッパーである、ブランノワールが実装されています。今年もコンビバッパーが実装されるという可能性は話していたらキリがありませんが、不安な方は終了直前の新キャラ発表を待ってもいいかもしれませんね。PU 確率的なことを考えると 2% の字にガチャは引きたいですが、狙ってクラウンの凸ができるのは今だけです。どこまで進めるかは自分のお財布と相談ですがね。ということで今回の動画は以上。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。